じゃあ11月24日他で出る何が出るのかっていうとビジョンカードが出ます。やば、はい、SSR ビジョンカード見知らぬ世界、そして UR ビジョンカード素敵だねと。いやもうこのシーン、このシーンもうね印象的ですよね。もうこのシーンはもう涙涙じゃないですか。はい、はい、もうなんかあの初めてね出てくるこう心が溶け合う瞬間みたいな、ね、溶け合う瞬間、はい、素敵だね、素敵だね、本当素敵だね、はい、本当素敵だねっていうシーンでした、うん、あの聞くところによるとゲストのお二人、河野さんだったり FF10 がすごい好き、はい、お、もう私人生で一番やったゲームが FF10 なんですよ。お、なので本当にあのアルティマニアとかも買って分厚いやつ読んで、アルティマニアあったね、そうなんですよ、あの分厚いやつ読んで開発者の声みたいなところまでもう舐めるように何度も読んで、あのティーラの一番最後のシーンとかもなんか開発秘話とかを見てボロボロ泣きながらやったくらいだったので、うん、もうティーラがこうやってスピラに舞い戻ってきたシーンを見るだけでもう感動なんですよね。やっぱビサイドの海は青いですね。これやってる人や、これやってる人や、はい、うん、ということでですね、でサブジョブがパラディンとサムライということで、はい、攻撃にも特化して形になっております、うん、いいですね、 SF10 のガードとちょっと似たような感じも、そうですね、そうなんですよ、いや、ね、もうめちゃめちゃ高いですね、ありがとうございます、ガッサが増してきた、はい、で、言っていただいてスパイラルカット、うん、このここらもこちらもですね、原作にも登場するね、うん、技として、はい、やっぱり昔のゲームの方であの反射神経が大事だったので、あ、そうですね、タスキックスはそういうのいらないからもう本当にありがたいですね。そうですね、原作ではねタイミングよく押さないといけなかった、タイミングよく押さないとこれがうまくヒットしなかったので、はい、今回ちゃんと発動します、ね、そうなんです、ありがとうございます、はい、タクティクス最高、はい、ありがとうございます、乗ってきた、来たよ、はい、じゃあ藤田ましてこちらのユニットです、どうぞ、はい、シノラ戦にあがなう剣士 UR アーロンでございます、うん、はい、結構ね、原作に忠実に作られているかなと思うんですけれども、藤田さん、この画面で見るときに、はい、あのアーロンさん普段こうちゃんと着てるんですけど必殺技するときだけ肩をこう脱いで、はい、お先ちょっとクイッてしてからやるんですよ、攻撃を放つんですけど、はいはい、ちゃんと片方脱いでると思ってすごい再現率が細かいところまですごいと思って見てました、ありがとうございます、このうち作らせていただいております、さすがです、気づいていただいてありがとうございます、はい、そうなんですよ、そうですね、アーロン3つ、ね、はい、ユーナと同じ呼び方するんです、はい、すいません、ユーナと同じ呼び方、大丈夫です、ありがとう